はい、どうも、シャチクです。本日も熱盛実況をやっていきましょう。で、やっていきたいわけなんですが、ちょっと待て。木が邪魔して自分の姿が見えないんだけど。本日は、大手実況者たちに、とあるプレゼントをあげていきたいと思っております。ただですね、具体的に何をあげるかはまだ決めてません。だからね、案内所に行って、実際に決めていこうと思います。で、ユーカリちゃん、こんにちは。お?これはまさか新しいリアクションくれるんか。これはありがたい。実はね、まだリアクションコンプリートしてなかったんですよ。あとどんぐらいあるんだろう。多分ね、まだ半分ぐらいしかゲットできてないんじゃないかなと思いますね。よし、ということで、ため息のリアクションかな、これは。ゲットしました。リアクションってさ、結構謎のタイミングでもらえますよね。あ、待って待って、レイジが手叩いてくれてる。かわいい。お前手叩いてくれてんのか。しかもさ、今顔の毛変えたよね。カメラ目線か。いや、そういったところでね、ボイドもいたので喋っていきましょうか。お、シャ様じゃねえか。え、何シャ様って。シャ様ってなんだよ。今初めて言われたんだが。はい、ってことでタヌポートにやってきました。で、ここでですね、タヌキショッピングを選んで、で、何かアイテムをみんなにプレゼントしたいと思います。さあ、何プレゼントしようかな。で、まずは、掘り出し物がないか見ていきましょうか。あー、服とかでもいいな。どうしよう。なんでもいいんだけど、家具か服かどっちか迷いますね。とりあえず、家具一旦見てみようか。まずは、誰に何をあげるかだよな。お、いいもんあるじゃねえか。骨格標本、これをあげたいと思います。で、誰にあげるかだよな。どうしよう。やっぱりここはエソソですよね。まずはエソソにあげていきたいと思います。で、手紙ということで何か文字を打つことができるんですよ。何を送ろうかな。何でもいいんだが、やっぱりね、エソソといえばハムカツなので、ハムカツネタでいきたいと思います。どうしようかな。ハムカツの100年後にしようか。ハムカツの100年後、とりあえずこれでいくか。果たしてどういった返事が来るのか、非常に楽しみですね。次はですね、このプレスベンチっていう家具を誰かにプレゼントしていきたいと思っております。で、すでに決めているんですが、くるみさんに送っていきましょう。で、まあ、くるみさんといえばやはり陣平なんですよ。だから陣平にあげてほしいんですよね。やっぱりさ、陣平も今外出自粛ということで、絶対ストレス溜まってると思うんですよ。まあ、そういった背景もあって、筋トレ道具とかが家にあったら暇つぶしになるんじゃないかなと思って送ってみました。これで次回の動画でムキムキマッチョの陣平が見れますよ。ムキムキマッチョの陣平ってやばいよな。さあ、果たしてね、あれを陣平が飾ってくれるのかどうか分かりませんが。では次は何をあげようかな。いいもの見つけましたよ。和式トイレ。やっぱり時代は和式トイレなんですよね。で、これを川添さんに送ってやろう。和式トイレ。こんなんさ、いきなり送られてきても困るでしょ。せめて洋式にしてって感じじゃない。まあ一応ね、和式トイレ今の時代でもあるんでね。とりあえずメッセージとしては、最新のトイレあげるということで送っていきたいと思います。これね、嘘じゃないんでね、一応新しいものなので嘘ではないと思います。和式トイレの中の最新ですね。はい、ってことで次は、可愛いのいるじゃん。パンダのターター。名前が可愛すぎる。これはね、迷うな。そうやな、ミネットさんにあげるわ。
可愛すぎるか。これを俺の形見として受け取ってくれ。まだ死んでないけどな。次は花輪を送っていきましょう。まさに回転セールですね。よし、フェイトさんに送ります。おそらく誕生日ではないと思うけど、誕生日おめでとうございますとプレゼント付きで送りましょうか。誕生日じゃない日に誕生日おめでとうと言われたら、果たしてどういった反応をするのか。いいものあるじゃねえか、マリンバ。ちなみにマリンバと木琴ってどう違うの？ではこれを黒蜜さんにあげたいと思います。みんな聞いて、昔さバンド組みたかったんだよ。だけどさ、周りにバンド組んでくれる人がいなかったから、このタイミングでバンドを組みたいと思います。ちなみに僕は楽器はですね、トライアングルとタンバリンしかできません。まあいわゆるリードタンバリンってやつですね。ただタンバリンってさ、かなり重要なんですよ。はい、ってことで次はですね、洋式トイレを上げていきたいと思います。で、あとはどうしようかな。よし、ゆうなさんにあげましょう、洋式トイレを。大丈夫だ、問題ない。いやー、いいことした後は気持ちいいね。朝からええことしたわ。果たして今あげたプレゼント使ってくれるんでしょうか。さすがに使ってくれるとは思うけど、どうなんだろうな。和式トイレとかプレスベンチとか結構パンチ効いてるやつ渡したから、ちょっと怪しい部分はありますよね。で、今から何をしたいかというと、ここにね坂を作ろうと思ってるんですよ。で、今から埴輪くんにお金を渡していきたいんですが、現在2079ベルの寄付が集まっている。ふざけんなよ本当に。それさ、完全にもう自分頼みだよね。社畜が全部払ってくれるだろうみたいな。マジでさ、うちの島民たち冷たいわ。もうちょっと払ってくれてもいいんじゃないの。明らかにさ、自分の負担がおかしいんだが。これでようやく坂の建設が終わりましたね。それにしてもさ、今作の坂とか橋高すぎないか。めっちゃ高いよね。すぐ金なくなるんだが。金なくなりすぎて常に金欠みたいな状態に陥ってますね。まあまあまあ、まだ貯金はあるんで大丈夫なんですが、割とすぐなくなりそう。あとですね、まあどこら辺を開拓したかは日常系の動画でまた上げていきたいと思っているんですが、結構ねうちの島変わりました。まだ未整備中で全体の 10% から 15% ぐらいしかできてないんですが、結構いい感じになってきたんじゃないかな。ちなみに今日の夜9時ぐらいかな、島づくりパートのパート5上げる予定なので、ぜひ動画が投稿されたらそちらの方もご覧いただければと思います。結構整備しました。実際島整備してみて思ったんだけど、島広いよね。最初みんな狭い狭いって言ってたけど、実際やってみるとなかなか広くて大変ですからね。あそこもやらないといけない、ここもやらないといけない、あそこまだできてないとか、そういったことがね結構頻発するんで大変ですよ。さあ、そういったところでね、本日の動画この辺りで終わっていきますか。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとはですね、島訪問専用の再生リストもございますので、そちらの方も見ていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。